にゃんにゃん丸は、佐賀県嬉野市の株式会社マールが運営している、元祖忍者村嬉野温泉秘前夢街道のマスコットキャラクター。愛称は、にゃん丸。よく時代村が運営している、テーマパークのマスコットキャラクター、にゃんまげと勘違いされるが、会社としての資本関係やキャラとしての血縁関係などつながりはない。主に土日宿、大型連休などに、 園内に出没している。園内ではお客様との触れ合いの他に、自らの iPhone を使用して、リアルタイムでツイッターを更新している。外見は、忍者の格好をした猫で、永遠の10歳。誕生日は2月20日。園内を巡回しながら、来場者のが被っている帽子を食べるいたずらもする。また、ニャンニャン丸自身がデザインの缶バッジを、クリーティングと同時に販売も行っている。 2012年1月から着ぐるみ応援団ルミストルーミストマイナスが主体となったプロジェクトニャンニャン丸の願いを叶えてあげようプロジェクトを指導内容は20年以上使用したニャンニャン丸の忍者服の修復プロジェクト約4ヶ月間ツイッターやフェイスブックで寄付を募り合計212口もの募金が集まった2012年4月28日に非前夢街道にて お披露目会が開催された。ありがとうございます。